低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、兵庫県では明日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。神戸地方気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒するよう呼びかけています。神戸地方気象台によりますと、兵庫県内では大気の状態が非常に不安定となっていて、明日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。明日の午後6時までに予想される降水量はいずれも多いところで北部南部ともに120ミリとなっています。明日の夜遅くにかけて警報級の大雨となる可能性もあり、気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。また竜巻などの激しい突風や落雷にも注意をしてください。